お金がなくななくるるとどうなるのか実は、私たちが知っているようなお金は歴史上長くは存在しません。結論、この避けられない変化に対して準備ができていない人は、この移行タイミングで最も苦しむことになります。ほとんどの人は気づいていませんが、お金はテクノロジーなのです。より正確に言い換えれば、交換と輸送の技術です。お金によって、時間と空間を通してエネルギーを輸送することができます。 以前にあなたがこのように考えたことがあるかどうかは分かりませんが、エネルギーをお金に変えるために展開し、空間と時間を通して輸送し、他の誰かのエネルギーを買うためにまたお金を展開します。より簡単な言葉で言えば、お金のために働き、そのお金を使って別の時点で他の人の仕事を買うことができるということです。歴史上のあらゆるテクノロジーは、何度も反復と改良の歴史を繰り返してきました。私たちが知っているこのバージョンのお金は、その死の時期に近づいています。 歴史上これが起こるたびに、勝者と敗者がいます。このビデオの終わりには、このユニークな機械を最大限に活用する方法、または少なくとも移行中に荒廃しないための方法をお見せしたいと思います。人々が欲しいものを与えるのではなく、必要なものを与えるのだ。これは、あらゆる技術的変化に対する人々の反応であるが、変化は避けられない。人々は、どんな新しい技術でもすぐに終わりと言い、流行として無視する。ヘンリー・フォード。 これは、自動車が大衆に紹介された時に流行ったキャッチコピーです。この雑誌は、カール・ベンツが、ガスエンジンで動く自動車、というとんでもないアイデアの特許を取得したのと同じ時期に印刷されたもので、今にして思えば、それがどのような進化を遂げたかは誰もが知っています。火薬 VS 弓や、動物による農業 VS 機械、手工芸品 VS 大量生産が可能な工場、図書館での情報検索 VSGoogle。また、パーソナルコンピューターについても、 60年代のアメリカの有名なエンジニア、ケン・オルセンはこう言っている。どんな技術も、いずれはより新しいもの、より優れたものにとって変わられる。しかし、歴史的に見れば、通貨は外交上の取り決めや技術の発展により、その有効期限があるのです。貝殻から川のかけら、ビー玉、金貨、コイン、紙、そしてデジタルへ。私たちはすでにキャッシュレス社会への移行を目の当たりにしていますが、この変化にはまだ続きがあるのでしょうか。 1971年以来、お金は金本位制から外れている。それ以来、アメリカはその軍事力を使って、世界の基軸通貨としての地位を確立してきました。サダム・フセインが石油を米ドルではなくユーロで売りたがったので、アメリカはイラクを潰してしまった。これは、米国が非常に豊かになった方法の一つです。あなたが何かを増やすたびに、需要が同じままであれば、提供の希釈により、個々の価格は下がります。しかし、 アメリカは卑劣だった。流通している米ドルの65%以上はアメリカ国外にあるからだ。アメリカが紙幣を増刷するたびにインフレを輸出し、国民と他国の富を奪っているのが現実です。2000年初頭、ほとんどの国の外貨準備の約80%が米ドルだったとしたら、今はその数字が50%に近づきつつある。他の国々は賢くなり、金本位制の廃止以来。 購買力の90%以上を失った希薄化し続けるドルに経済を固定されることを望まなくなったということです。世界の人々は怒っているということです。そしてそれには正当な理由があるのです。給料が年々、希薄化されているのになぜ仕事に行くのかか。政府が文字通り空中からお金を吸ってみんなにただでお金をくれているのになぜ仕事に行くのか。今日生まれたら消費主義と負債の人生を送ることがほぼ決まっている。この気持ちは 現在を生きる日本の若者は共感できるはずです。21歳の時に1000万円の借金を背負い、返済しなければならない自分を想像してみてほしい。あなたは人生を始めてもいないのに、すでにマイナスになっている。現代経済全体は、消費と急速なイノベーションの反復の必要性に基づいたものだ。この見せかけ全体を維持するためには、昨年よりも多くのお金を使う必要があり、さもなければすべてが崩壊する。 世界中のすべての国が多くの負債を抱えており、人々は不幸で、自分たちの泡の外で何が起こっているか全く把握していない政府によって富が奪われている。インターネットの台頭により、ますます多くの人々がデジタル優先の行動をとっています。オンラインで仕事をし、オンラインで学び、オンラインで娯楽を得ています。おそらくあなたもその一人だろう。私たちはみんな、デジタル時代に対応できる世代である一方、お金は古いアナログ技術であるということです。 考えれば考えるほど次のことに気づきます。デジタル版のものはアナログ版のものよりも指数関数的に大きな影響を与えるのです。ブロックチェーンとスマートフォンの大量導入によってその扉が開かれました。もしデジタルネイティブで供給と流れが政府によってコントロールされていない別の種類のお金があったらどうでしょうこれは多くの人が大昔馬や電気について話したのと同じように。 すぐに不信の声を上げるような逆張りアイデアです。すべての新しいテクノロジーは、将来に向けて拡張するために作られ、現在の経済インフラは単に拡張できません。するとどうなるでしょうか人類は金の延べ棒や札束をロケットに乗せて火星に飛ばすのでしょうかそれとも、インフレに失敗した地球の通貨を借りるのでしょうかそれとも、デジタルネイティブで混じり気のない通貨を使うのでしょうかこれは、 世界中のすべての大手ベンチャーファンドが暗号プロジェクトに大きな額のお金を投げている理由です。私たちが知っているように、人類は、多惑星にスケールアップするデジタルファースト経済への準備を始めています。たとえビットコインが選択の価値の保存でないことが終わる場合でも、この技術への扉はすでに開かれています。あなたはその仕組みを理解していないので、この話を聞くのが嫌かもしれませんが、ほとんどの人は電気の仕組みを理解していないのに、毎日その恩恵を受けているのです。 お金の新時代はまだ始まったばかりですが、間違いなくやってきます。北朝鮮は、の一例です。人口レベルでは、技術的な導入が1世紀遅れています。このビデオを見ている人は、自分の子供たちに残したい財産について少し考えてみてください。現金を持つ代わりに、土地、不動産、金属、あるいはビットコインと呼ばれる新しい貨幣に投資してください。現金以外の資産への相対価値は高まっています。毎年、 あなたが受け取る現金ベースでの給料の価値はどんどん下がっていき、近い将来、最終的には無価値になります。今後5年の間に、世界の大国は自国の通貨からブロックチェーン上のデジタル安定コインに移行するだろうという噂がされています。この10年は、一つの時代の終わりと、新しい時代の始まりです。ビットコインが好ましい価値の貯蔵物になるなら、イーサリアムはこの新しい世界を動かすガスになるでしょう。2030年までに、 この新しい世界で成功するために、あなたの生活全体を調整することを約束してください。2030年までに、あなたは彼らがあなたの国の通貨にしようとするものを凌駕するのに十分な価値の蓄えを得ることができます。2030年までにこの意向を勝ち取るという使命があるのなら、今勉強を始めるべきかもしれません。それではまた次回お会いしましょう。